こんにちは、土の子です。電波人間続きやっていきましょう。さあ今日もログインいたしましてジュエルいただきました。さあ今回なんですけど、イベントステージ僕キノコの加護全然出なくて、なんでこんな出ないんだよとね、ジェモリとかアイテムドロップをねアップさせるやつは1ジュエルかかっちゃうんですけど、でもうなどうやったらねこうアイテムドロップいっぱいするのかなと思ってですね、 X のポストをざーっと電波人間で調べてみてたら、今ですねなんかほんのりブームがちょっと来てるカツーン鏡っていうのが、出現してまして、ごめんなさい僕そのカツーン鏡がどこから発祥したのか分かんなくて、他のもしかしたら配信者さんのやつかもしれないんですけど、パーティーにカツーン NPC キャラですねを入れるとなんかレアアイテムドロップしねえみたいな、そんな感じで、まあもちろん迷信です、あの真似を推奨するわけではないんですけれども、もう僕何遍もやってねあのキノコのカゴ全く出ないんで、皆さんは試練の塔メインステージの8を周回するときに、まあ、あの気分転換も兼ねてだと思うんだけどカツーンを入れて女王の紋章とかね、すごい、レアアイテムをですねボロボロ出してるぜみたいな、X ですねポストされてるんで、ちょっとこれ藁にもすがる気持ちで、僕ね全然本当にキノコのカゴ1個も出てないんで今11回やってるんですけど、今回ちょっとカツンを入れて3回やってみようかなと思います。皆さん全然真似しなくていいです、全く真似しなくて大丈夫ですけど、ちなみにカツンってどんなやつかっていうと、この NPC レンタルで100ゴールドで仲間にできる普通のおじさんです。普通のおじさんを仲間に入れるカツーン鏡っていうのが今出てまして、で本当に出た、すごい私も出たみたいなね、ちょっとあのガセネタ集はするんですけれども、じゃあ僕もこうキノコのカゴねこんだけでも全然出ないんで、でもみんなは結構出てるっていう、ドロップ率自体はそんなにねあの低くないと思うんだけど出ない状況を打破したいね、これ貫通してほしい、ドロップ率を貫通無視してほしいということで、ガードブレーカーのカツン入れてやっていきたいと思います。でも今まで11回やってゼロですよ。キノコのカゴ、キノコのカゴっていうのは証がアップできる装備なんですけれども、そちら出ないということで、じゃあちょっとこれでやってみましょう。じゃあカツン入れていきましょうか。カツンを入れてキノコのカゴチャレンジ行ってみたいと思います。いやこれで出ちゃったらちょっと僕ちょ信じちゃうかもしんねえなマジで、キノコのカゴがガッポガッポ出たら。皆様こういう迷信信じたことありますか？昔だったらワザップとか結構ねありましたよね、迷信系、ワザップの迷信系みたいなやつだと思ってふーんっていうね、あの冷たい目で見てくれて大丈夫です。ただこれ出るかどうかで、あの3回やってね、まあ、結果いかにしろ、試練のとみんながやってる方もちょっとやってみましょう。であの失敗しても100ゴールドなんで、100ゴールドプラス、幸せ値が1枠、下がって、ない状態になってるっていう、それだけなんでね、皆さんコウタくんとこのねカツーンを2人で行ったりですね、うん、しておりますよ。さあカツーン、カツーン頑張ってくれ、カツーン貫通してくれ、カツーンであのあーガードブレイカーね、能力上がってからのドロップ率も、ドロップ率能力も上がっててくれ。まずは証出ましたね、うん、眠りマタンゴの証が出ました。僕が欲しいのキノコのカゴです。カツーンが使えるのは20回までだよ。さあよキノコまず出ましたよ、うん、キノコ出たね。まあ、キノコは普通に出るからな。さあまたいっぱい出たよ、ガードブレイカー、どうでしょう、キノコ出たね、キノコのカゴ出してくれ、私が欲しいのキノコのカゴ一択でございます。いいね、なんか気分がいいね、能力が上がってるって言われると本当になんか出るんじゃないかっていう気もする。もうキノコめっちゃ出るな、うん、キノコ掘ってくれてんのかな。さあどうでしょう、ほらほら出せやこら、
キノコキノコは出るな。キノコのカゴ出してくれ。マジであれ出世しやすくなったね。ほんと育てやすい、こんなにキノコが出てくれるのは。お、いいぞ。こいつマタンゴもどきじゃないの、キノコのカゴ出すの。やっぱりマタンゴもどきからやっぱキノコのカゴ出してほしい。ボロッと出てくれ、頼む。ほい、眠りマタンゴの証しか出ませんでした。お、しびれキノコのカゴは出るんだな。しびれキノコのカゴじゃない、キノコのカゴ。なんでしびれ刺す、どうしてしびれ刺すんだよ。そっちじゃねえだろう。キノコのカゴ出てくれ。へい、残念、出ません。やっぱり出ません。なんかめっちゃキノコ出るんだけど、これありがたいね。キノコ出てくれるのはめちゃくちゃありがたい。キノコ掘りに来たのかな。はい、眠りマタンゴの証が2個も出た。はい、カツンの AP はねもうゼロになりました。ちゃんと全部倒してますからね。カツン効果もなく、まあしびれキノコのカゴは1個かな。でキノコはまあ普通に出たって感じがするけど、まず1回目の感想は、まあ、あんま変わんないよねっていう、まあ変わんないよねっていう至極当然な感想になりました、1回目。でもこの最終結果を全部載せますけど、前の動画と見比べてね、あのドロップが多いとかあったらもうガチってことだけどね、まあ、これから5回やりますから、イベントステージ3回と試練の塔2回、しびれキノコのカゴ、そしてキノコが8個手に入りましたね。こんなもんです。証も結構手に入ってんな、なんだかんだ。でカツンをまたまた加えて、カツン教に今日だけ入ります。僕信じることも大事ですからね。絶対裏やっぱり出ないじゃんっていう人には多分出ないと思う。こう信じる、もう精神論になってくるから精神論ですからこれ。よーし、キノコ狩りじゃい。出たけど、は？僕がもう12回やって出ませんでした、キノコのカゴ。カツを入れて2回目にして出ました。マジかよ、これですよ僕欲しかったやつ。え、本当に出たんだけど、ずっと出なかったんだよ本当に。え、キノコのカゴで証が 9% 上がる、めちゃくちゃ良くないねえ。これだけで、だってこれだけで8人だったら8区 72% 上がる、素晴らしい。まあまあね、でもね、トレジャー装備と青妖精がいるんで、まあ6個欲しいかな、キノコのカゴ。いや、さすがですカツン様。やべえ、ちょカツン教に足が1本入ったよ僕。カツン教に足が1本入りましたもん。キノコのカゴやっと出た。まあでもね、みんな結構出てるらしいんで、実際はねすごい出るんだと思うんだけど、僕はもう12回やって1回も出なかったから。カツ入れて2回目で出た。やっぱりあのマタンゴもどきから出るんだね、キノコのカゴは。よし、まだまだあるよチャンス。いけ、あーびっくりした、マタンゴもどきの証の方でした。あんだけ出なかったね、マタンゴもどきの証はもう3枚目ですこれで。よーし出るね、いいね、マタンゴもどきがいっぱい出るようになってきた。来い、落ち葉の山、キバボックス。あー、キノコのカゴは来なかったか。よーし、カツン、いけ、キングマタンゴに貫通させて、マツタケを落とさせろ、いけ。本当に落ちるちぇね、本当に落ちるのやめよう、マジで。
何これ、僕後取りじゃないからねこれ、声気分で言ってるだけなのに、おっさんのレアドロも出るんかい、恐ろしいですの。ということで2回目は大豊作でしたね、カツン教に入ります。僕もう早速入りました、もう両足使ったよ今、カツン教に。ということでゲットしたものはじゃん、松茸が1個、そしてようやくキノコのカゴ。本当に出てる人はいやいや、キノコのカゴめっちゃ出るでしょってなってると思うんだけど、僕もう11回ほぼ全てあのね敵を倒しても出なかったキノコのカゴはようやく出ました。で松茸もなぜか出ました金マタゴモドキの証も出ました。ありがとうございましたカツン様。さあ最後の1回もちゃんとやっていきましょう。信じることが大事、キノコのカゴはいくらあってもいいですよ。まあだからこういうね、なんだろう、こう確率がすごい悪い状態になっちゃってる状況の時に気休めとしてやるっていうのがね、一番なんか精神的にいいかもしれない。カツンにちょっと頼ってみるみたいなね、いつもと違うことするとこうね状況が好転するっていうこと結構ありますから、人生でもね。それみたいもそれみたいもね、宗教っぽいでしょね。カツンは効果としてはただ貫通させるだけですからね、防御を。よし3周目、今日のラストですね。まあカツンネタも多分ここで終わりだと思うんだけど、このあとね試練の音やりますけど、2回、イベントステージはラスト、連れてくのも最後かな、どうだろう、連れてっちゃうかもな連れてっちゃうかもしれねえなこりゃ。ねえカツン様カツン様、キノコのカゴ前回はありがとうございました、今回もよろしくお願いします。これはキノコのカゴチャンスですよ。うん、残念。さあまだまだマタンゴモドキをどんどん買っていきます。キノコのカゴが欲しいので私はまだまだ周回いたします。はい、あ、落ち葉の山か、ドキッとする。アンテナパワープラス4ということで、3回目はねちょっとなんか別にいいとこなく何にも出ずに終わったかなという感じでございました。キノコとね黄色い風船は出ましたけど、それ以外はまあしょぼいという感じで、難しいですね判断はまあ難しいと。でもキノコのカゴは出ましたよという感じでございました。さあじゃあみんながね結構頻繁に周回されてるメイン8ステージの試練の塔、こちらも行ってみましょう。まずはシールドナイト、あらお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 ら、何か出ますか。はい、何も出ず。よし、ビショップ、ビショップにもガードブレイカー、うり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 、福引き剣、ビショップの証、福引き剣は出ました。さあプラチナドラゴンには効くか、ガードブレイカー、カツのガードブレイカー、何も出ませんでした。さあ一番のポイントはここですよね、女王の紋章でみんなここ周回してるってことですから、スタミナ無限もちなみに出ますからね。さあどうだ、ガードブレイカー、ガードをブレイクするぜおかしくなっちゃった、はいバグった、どうでしょう、はい出ません、福引き券だけでした。さあ最終ですね、最終カツンチャレンジ、何か収穫はあるかな。シールドナイトには何も出ず、おビショップの証が出ました。さあ一番のポイント、クイーンとルーク出るでしょうか、ラストチャンスでございます。カツン輝くなら今だぞ、カツンよ
輝け。何か落とせ。砦でもいいよ、砦でも。女王の紋章が大当たり、スタミナ無限が中当たり、砦でもいいよ。福引き剣。嘘でしょマジで。僕一回もさ、メインの初周回しててスタミナ無限出たことなかったんだけど、女王の紋章はねスタミナ無限より先に出たんですよね僕。だから持ってるんだけど女王の紋章今ね、あのムキムキが持ってるでしょ、スタミナ無限出たんだけど。おい勝つん輝くの、ほんまに勝つん輝きすぎや今回。いやどういう展開になるかもちろん僕も分かんなくて、基本信じてないです正直。基本ドロップ率が上がるなんてこと多分ねないと思うんだけど、カツンキョ入ります。僕カツンキョ入りました。こんなん出たことねえよ僕、スタミナ無限とか。本当に出るんすね、カツン。すげえわ。ということで、まあ、ストックできるんでね、ちょっと後で、スタミナ無限はどうやって使おうか考えたいかなと思います。ということで、もちろん信じるか信じないかはあなた次第。僕はキノコのカゴも出たしね、え喋ってる最中に松茸まで出たしで、メイン初周回してまあ出ないで終わるよねと思ったら、まさかのちゃんとスタミナ向けを出す。なんていう仕事をしてくれるんだカツン。これでちょっと分かんなくなっちゃいましたね。真実は闇の中ですが、皆さんもですね、これ全然出ねえな、はあ、また出なかった、はあ、な時に気分転換としてカツンやるのは100ゴールドなんで、たったのおすすめです。うん、なんかちょっとねテンション上がったもん僕も、カツン頼むぞみたいな。その応援がまさかのちゃんと結果を呼んでくれたっていう面白いちょっと検証になったかななんて思います。はい、ということで、まあ信じない人は信じないで大丈夫です。ただ僕はカツン教に入りました。で、ということで今回なんですけど、プレゼントをですねちょっと整理しました。イベントステージの証を終わったのでね、プレゼントをちょっと枠を開放して、なるべくフォロワー外さんからはねちょっと誰かの判別がつかないので花もぐら回収しましたが、基本ねいろんな人をここに羅列したいなと思って、1人基本1個でもまだまだたくさんね、でも全部1人1個になってるわけではないですけれども、まあ、こういう感じでね、まあ、金玉さんが今2ついたけど、フォロワー外からもまだまだいるけど、なるべくこう1人1個系でまとめました。全然まとまってないけど。さあということで今回から結構遅れるようになっております。なので、紹介していきましょう。まずはいつものうぐぬしさん。うぐぬしさん遅れてびっくりしてるんじゃないかな。毒魔単語の証にプチトマトお化けの証、あこれあれかな、これは果物ゲットみたいなとこでもらえるやつですかね、プチトマトお化け。僕持ってるぞ。でもで花もぐら、花もぐらを埋めようとするね、どつくぞハム太郎。これ、桃舞くんね。で、前も言ったんですけど、フォロワー外になっちゃってる人で僕をフォローしてくれてる、昔からフォローしてくれてる人が多分ねフォロワー外になっちゃってると思うんですよ。なので一旦解除して、もう一回ごめんなさい、僕のフレンドコードを入力するとですね表示されるようになりますんで、まあ俺はフォロワー外で貫くぜっていう人はそれでいいんですけれども、フォロワー外で残念だなってなってる人は一旦解除してもう一回やり直してください。なんか最初のねバグでこうなってるみたいです。で花もぐらそして毒魔単語の証伊沢光也くん、お焼きもろこしにサラマンダーの証までありがとうございます。そしてロゼッタさんが花もぐらを送ってくる。ロゼッタさんもちゃんとね1個はストックしますから。そしてダークゴブリンの証を3つ。今度はダークゴブリンで埋めようとしてんのか。そして天使ドールの証、花もぐらの証、ひなりゅうさん、世界のどぎもを抜く丘、アイスモハムの証、すげえな、どぎもを抜くってすごい島作ってんですかね。そろそろね僕も島を訪れようとしてるので、島来てほしいみたいな書いてある人のとこは基本行こうと思ってるのでね、もし島来てほしいっていう人は名前ですね、島来てほしいに変えてください。これ多分前のやつも変わると思うんでね。で花もぐらをフォロワー外から送ってくれる、あー全部フォロワー外、
ね、はい、ということでこちらも受け取っていきましょう。花もぐらはですね、1人1個になるように調整したんだけどまだまだありますね。ということで49個残っております。花もぐらコレクションはね今後も続けていきますが、基本1人1個残しの、スタンスでいきますのでよろしくお願いします。はい、ということで電波人間はねいろんな説があったり何々教があったり面白いですね。またなんか面白そうなことがあったらぜひこっそり教えてください。ということでよかったらまた次回も見てください。それではつちのこでした。スタミナ無限どうしよう。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。